ですね、今から始めますライブコーディング大喜利というのはですね、こちらに3名の方に、出ていただいておりますけども、あらかじめこの3名の方にですね、問題を出題しております。で、それをですね、面白おかしく嘘です、ごめんなさい。ライブコーディング形式でですね、皆さんに実際にこういうのプログラムはどんなふうに回答してるんだろう、どんなふうに考えてるんだろう、で、あと皆さんがどんなツールを使ってるんだろうというのをですね、感じてもらいながら、見てもらえたらなというものになります。ちょっとですね、実はまだ我々の方もこう完璧なやり方みたいなのが分かっている状態ではなくて、ちょっとお見苦しいところもあるかもしれないと思いますけども、温かく見守ってもらえたらなと思っています。最初に、今日のですね、回答者の皆さんにですね、ちょっと一言ずついただきたいと思います。それでは、井上さんからいいですかね。井上と言います。今日は、去年今年の3月ぐらいですね、ライブコーディング大喜利1回やったんですけど、今日はリベンジということで、今日はこちらに上がらせてもらいました。では頑張るぞ。おー、新藤と申します。大したコード書きませんけれども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岩石です。ちょっと日常的には Ruby はあんまり使わないんですが、ちょっと見ていただければ良いと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。松江 Ruby にですね、よく来ていただいて、松江 Ruby 定例会によく来ていただいているこの3人にですね、まずはご回答いただきたいと思っています。で、問題はですね、はい、こちらこの短縮 URL の先にありまして、会場の皆さんにはですね、サブディスプレイの方にですね、向かって左手の方にありますサブディスプレイの方にですね、問題を出すようにしております。こちらを見ながらぜひですね、皆さんの中でもどんなふうに自分だったら答えるかなというのを考えながらやってもらえたらなと思っています。じゃあ、回答者の皆さんはですね、早速ライブコーディングを、開始してもらいたいと思います。まず問題1です。ランダムソード、1から10までの配列があります。ランダムに並べ替えてください。ただし、Ruby で用意されているメソッドは使わずに、皆さんで工夫してやってみてくださいというですね、そういう問題になっております。はい。で、このライブコーディング大喜利はですね、私たちがですね、こう後ろで見ながら、ツッコミ入れながらですね、どんなふうな回答するのかなと見ながらやっていきたいなと思っています。皆さんどんどん進めていってもらって、で、できたという人はですね、ぜひ手を挙げてやっていったらと思います。あ、どうぞ皆さんどんどん進めていってくださいよ。お願いします。どうぞ。さあ、皆さんどんな感じで、開発しているのでしょうか。ちょっといいですかね、一緒に、見ていきたいと思います。早いですね。もう全然エディターの紹介をするまでもなくできた方がいました。ちょっとこれ皆さん見てくださいよ。ちょっとピントがあったらまだ待ってくださいよ、紹介をするのは。はい。ですね、なんか反則使ってないですかね、これ。シャッフルっていうのを使わなきゃいいかなと思ったんで、ちょっと一つライバリー紹介しようかと思ってまして。はい、どうぞ。実はですね、世の中にこのゴチャっていうライバリーがありまして、これを使いますと、こういう混ぜ混ぜというメソッドができるんですけども、ちょっと IRB のちょっと見てみると、世の中ということは公開されているライブラリでゴチャというライブラリがあるということですね。ちょっと画面斜めになってて申し訳ないんですけども、ちょっと見てみると、ゴチャ 0.0.1 というバージョンがインストールされています。ちゃんと、皆さんも手元でダウンロードできますよと。はい。で、確かにゴチャが入りました。これを実際
アレに拡張がされます。これですね。ゴチャというのがモジュールとして拡張されます。で、これを使いますと、これも実行すればいいですかね。こんな感じでゴチャをリクワイアして、まあ、混ぜ混ぜというメソッドができるので、これを、どこにありますかね。はい、一番大切なねオチをねこう見せてくれるところでね。はい、ちょっと待ってください。出ちゃいましたけどね。はい、では、はい、では実行します。はい、ああすいません、あこです、ね、してはいはいはい、あちょっと見たいですね。こういう感じで3回実行すると、まあ、今この、3回実行してるんで3回実行しても全部ランダムで出ますという、ランダムですよね。はい、あ、あのとても分かるんですけど何かちょっと腑に落ちないこの会場の空気がですね、あの皆さんあの意見こうそれってどうだったっけ、反則じゃないっけみたいな。いや、シャッフルは使ってないですよね。混ぜ混ぜの中でシャッフル使ってたらどうなるんだろうみたいなね。そういうなんかちょっといやいやそんなことないです。はい、井上さんありがとうございます。はい、今日ちょっと座布団がないんですけどね、はい、もしかしたらさっきの座布団取られるパターンかもしれないですね。はい、じゃあ皆さん他の方の回答も見ていきたいと思いますが、どんな感じでしょうか。じゃあちょっと岩井さんのコーディングしている姿をちょっと見ましょうか。これはサブライムテキスト2というライブラリじゃないですね、エディターを使って、コーディングをしています。なかなかコーディングが、はい、頑張ってくださいよ。なかなか進みませんが今タッチタイプを練習中ちょっと温かく見守ることにしましょうかね。はい、ああ本当だ。今回3人、皆さん出てもらってますけども、全員、Apple のコンピューターを使っておられますね。MacBook Pro に Air なんか Ruby を使う人は Apple 率が高いなと思いつつも、松本さんも笹田さんも Mac ではなかったですね。はい、さあどんな感じでしょうかね。あらかじめ出題してあってあらかじめ答えがあるかもしれないので、それをコピペしてもいいですよ。時間の都合もありますからね。はい、皆さん頑張ってやってみてくださいよ。はい、じゃあちょっと進藤さんの手元はどんな感じでしょうかね。はい、おお、X コードを使ってコーディングをされています。さっき見てもらいましたかね、 X コードを使うと保管をしてくれるんですね。ちなみに X コードというのは Mac でアプリケーションを開発するときに使う Apple が標準で提供している統合開発環境になります。で、私は知らなかったんですけども Ruby のコードの保管もしてくれるんですね。すごいですね。さあどんな感じですかね。MPT スロットランド、はい、いやさすがになかなか緊張しますね。思ったよりもあのゴチャのリクワイアをするっていうのはいい作戦だったのかなと。やっぱなかなかライブコーディングでやりましょうっていうのは難しいですね。はい、1から10までの配列があります。ランダムに並べ替えてくださいっていう問題そのもの自体は本当にアレイシャッフルとか使うとすごい簡単なんですけど、取り出した値自体がその難しいところなんですよね。その辺がどんなふうにできますかというのが楽しいところですね、このプログラムの。さあどんな感じですか。降参ですか。降参とかないですけど。さあで皆さんどんどん
開発をされていますけども、どこまで進んだのかな、どれぐらい進みましたか、岩井さん。あ、どこまで進みますか、もう一回、はい、どこまで進みましたか。ちょっとできてからじゃないとちょっと分かんないですね。まあ、プログラマーっぽい回答ですね。はい、見積もりとか聞いちゃダメですね。はい、進捗どうですかとかね、ダメですよね、本当。すいませんでした。はい、ついいつもの癖で、はい、おっと、新藤さんはそろそろできた感じですかね。そうですね、ちょっと試してもらって、あ、ちょっと試してる姿もちょっと見ましょうか。はい、はい、新藤さんが、さあどうでしょうか。おお、ちょっとボケるかな、ちょっと字がちっちゃいかな。ちょっと次参加される方は少しフォントを大きめでお願いします、すいません。あら、シンタックスエラー、インがないですね。はい。あ、4i インですね。はい。そうですよ。皆さんの前でやるってなると緊張しますよ。はい、ちゃんと色もつきました。いいんじゃないでしょうか。あ、ちょっと暗いですね。おしかもこれはなかなか難しいエラーですね。文字コード的な問題に見えますけど、はい、いやー、なかなかこれは難しいですね。うんふん、いいです。ちょっと事前に用意した回答をそろそろでいきますか。はい、実はですね、皆さん、2セッション今回あるんですけども、1セッション目はですね、ちょっと、皆さんにチャレンジというか、最初なので、ウォーミングアップみたいな問題だったはずなんですけど、やっぱり皆さんの前でやるとなかなか難しいもんですね。じゃあちょっと、じゃあ岩井さんも実際の回答はどんな感じだったですかね。ちょっとそれを見ながら、それですかね。はい、じゃあちょっとそこを見させてもらいましょうかね。はい、じゃあいいですか、岩井さん、回答を。はい、なんと岩井さん予約できました。はい、はい、すみません。じゃあちょっと待ってくださいよ。はい、じゃあちょっと解説をしてもらっていいですかね。どんなところ、どんな風にしてやってますかね。これは最初にあれ A という配列ができてるんですけど、それは一切無視して、いいですよ、はい、一切無視して、うん、その後乱数を作り出して、4行目で乱数作ってますね。はい、それぞれを数字に変えて、そのまま、うん、数字に変えて、それをそれを配列をして出力させてます。あそこまで分かった、使ってないのは分かったんですけど、8行目で文字に変えてるって言ってましたよね。文字に変えてますと。はい、で文字に変えた後に分割してる、1文字ごとに分割してる。はい、はい、でユニークにしまして、デリートして、
ほう。なんでデリートするんですかね。小数点のドットですか。はい。すごい長い小数を作って、それが、6行目ですごい長い小数を作ってるじゃないですか。あ、素晴らしいですね。ちょっと僕が解説したことにしたいので、ちょっと改めて説明すると、ですね、すいません、いろいろすいません、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。6行目で大きい小数を作って、それを文字列として、で、9行目でいいかな、分割して、でその小数を取って、扱うという形ですね。とても面白い回答だったと思います。岩井さんに拍手をお願いします。素晴らしい。じゃあ進藤さん、お願いしていいでしょうか。はい、今ちょっと あの用意した回答で、でお願いします。はい、はい、画面に出来合いの方を出してもらっていいですか。それかな。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。それファインダーでなんだ、クイックルックしてるで、ちょっと大きくならないですか。一辺閉じて、はい、ちょっとフォルトを大きくしてもらうといいかな。あ、ならない。ならない。いいです、いいです。はい、大丈夫かな。あ、見えますね。はい、じゃあちょっと解説の方お願いします。まあ、DEFF の方ですね。で、1から10の10ってのをマックスイントっていうシンボルっていうのかな、定数してまして、でそれがまあ与えられたもので、その次の行で結果を格納するアレイを作ってます。これも同じ大きさなんでマックスイントって書いてます。で次フォー文で、そのマックスイント解回すんですけど、と結果の配列のどこに挿入したらいいかっていうのをエンプティースロットっていうサブルーチンで見つけるっていうことにして、見つけてきて、その引数で元の配列の要素を代入してます。でここで結果の配列はインスタンス変数にすることによって、エンプティスロットの方のルーチに引数は出さなくていいようにしてまして、でまあエンプティスロットの話ちょっと上に行ってくださいやるんですけど、まず乱数で、マックスインとか、まあ、1から10までの乱数発生するっていうのをやって、でそれで、まあ、J っていう指数インデックスを見つけるんですけど、そこにもすでに前のが来て何か入れてあるかもしれないんで、見るかどうかっていうのを引いてやって、で見るでない場合は一つ大きいインデックスを試して、でニルがあるまでそれを探しまくるんですね。でマックスインと超えちゃった場合はゼロに戻してやるっていう処理をしてます。で J を返すっていうことでさっきのところに戻るんですけど、はい、なんであれですよね、候補を候補を入れる場所を順番にこう試してみて、そこが空いてたら入れていってっていうのを繰り返していって、ランダムな場所にどんどん入れていって、それで乱数を作ってますっていうことですね。はい、わかりました。はい、進藤さんに拍手をお願いします。はい、じゃあかなり時間がかかることが分かったので、2問目はですね、ライブコーディングじゃなくてまあすぐに答えを言ってもらうっていう形でお願いしたいなと思うんですけども、
2問目は問題4というちょっと変わった形になってて申し訳ないんですけども、我々の方でですね、主催者の方で4つほど問題出してまして、1234と、その中で、2セッションやるんですけども、前の人には問1と問4を解いてもらっているという状況になっています。はい、じゃあ、どうしましょうか。どういう順番で答えてもらおうかな。まずはちょっと岩石レイ君に答えてもらおうかな。ちょっと理由があってまずはレイ君に答えてもらおうかなと思っています。問題はですね、0回から13回までの0かの回数だけトランプのカードを引けます。引いたカードが全てスペードのカードである場合の確率を返すプログラムを作成すると。ポイントとしてはその13回引くって決まってるわけじゃなくて、0回から13回までっていう最初引く回数すらこうランダムみたいな感じで決まっていると。で、まあ、あとは普通のトランプのでトランプですよというところですね。これをちょっと答えてくださいというプログラムなんですけども、はい、じゃあ、岩石くんの作ったプログラムは見させてください。あれ、どれかな。はい、はい、はい、こんなプログラムを作ってくれました。めちゃくちゃ頑張ってですね、すごい長いプログラムを作ってくれたので、ざっとどんなプログラムなのかっていうところの流れをどういうコンセプトでやってますっていうところをちょっと教えてもらっていいですかね。特にですね、状況を出力するためのプリントを対応してくれているので、実際の処理っていうのはなかなか見にくくなっているかなと思うんですけども、ちょっとこれはこっからここまでは普通に普通に枚数と確率を出しているだけなんですけど、その後に出した時のパターンと、その中で全てのカードがスペードだった場合のパターンをそれぞれ書いてみて、それを出力するというそういうプログラムにしました。はい、じゃあちょっと実際に実行してみてもらってもいいですかね。どんな感じなのか。いや、ちょっと松本さんの講演の時からずっと実行してんですけど、その様子はこちらです。全部の組み合わせをこう見ていってどうよっていう確認をするプログラムになっているので、現在1時間半近く経ちましたけどもまだ実行中という、24時間でも終わらないという形で関係者の方からコメントをいただいております。はい、残念ながらですね。あ、で、全ての組み合わせの数を計算してみたところこうなりました。あ、素晴らしいですね。すごくいい情報だと思います。はい、岩井さんに拍手をお願いします。じゃあ引き続きですね、岩井さんには答えを見つけていてもらうとして、他のお二人にちょっとお話を聞きたいと思いますけども、じゃあさっきの逆順で進藤さんに答えてもらいましょうかね。はい、あ、すごくシンプルですね、進藤さんのやつは。まずここら辺から。はい、0回から13回引くっていうことなんで、その何回引くのかっていうのは第一引数で指定するっていう仕様にさせてもらいました。はい、でそれをマックストライっていう、インスタンス変数に入れといて、もう他のところではこれを定数みたいに扱うことにしてます。で引数がまあちょっと変な引数だったら、何だかついつま合わせで負の数だったらされたら0にするとか、スペードっていうのはちょっと上の定数で
13にしてるんですけど、13より大きい値が渡されたら13回に限るとかってして、でそのいよいよ試行なんですけど、まず試行を0から始めまして、さっき作ったマックストライ、が1より少ない、まあ、これインテジャーですから要するに0回なんで、その時は確率も0だということにして、その他の場合はいよいよ本ちゃんで計算しますが、確率のプロブっていうルーチンで計算します。トライは0回じゃないのでちょっとプラス1して渡してやって、デックからスペードっていうのをこれ、フローティングに不動小数点にして呼び出してます。でちょっと上の方行っていただいて、このプロブっていうのが、試行回数トライっていうのを渡してやるんですけども、これがあのマックストライを超えたらおしまいで、あのもう計算しなくていいんで1を返して終わります。それ以外の場合は条件付き確率なんで、その総トランプ枚数の52分のスペードの残り枚数、まあ、これスペードっていうので引数で渡されてるんですけど、とさらにその後続けて引いた場合に何が起きるかっていうのは自分を呼び出すことによって計算してます。いいですね、確率の計算をしてもらってるという形ですね、はい、じゃあちょっと実行してみてもらってもいいですかね、はい、実際にどんな感じか、じゃあ13をまずやってみてもらってもいいですかね。13、トランプのカードを引きますと、13回引くんだけど全部13である確率、あ、13枚全部がスペードである確率は、おっと表現難しくなったぞ0. 何々とか出なくなりましたね。e のマイナス12乗なので、ちょっと表現難しいですね。すごいですね、はい、0が、まあ、すごく確率は低いですよってことです。ピコですね、はいはいはい、ちょっとすみませんけどそういう状態。じゃ あの逆に2とかだとどうなりますかね。あ、それでもまだ全然ちっちゃいですね、はい、じゃあちょっとこの値を覚えておいてもらって、井上さんの答えと合うかどうかっていうのを見たいかなと思いますよ、はい、じゃあ、井上さんお願いします。じゃあプログラムの方からざっと、はい、まあ、数学とかよく分かんないので単純に考えて、はい、あのまあ、単純に考えて要は、まあ、全部で52枚のカードですよねっていうところで、まあ、それぞれ13枚ずつありますと、まあ、単純に1回目引けば単純に4分の1、最初のこの計算ですね。で、2回目だと、まあ、1枚減ってるんで、全部で51枚で、実際に残り枚数は12枚って感じで、こんな感じで、まあ、13回やったと全部まあ減っていきますよねっていうので、まあ、それぞれの確率を、まあ、それぞれかければ、まあ、よいしょよいしょでまあ確率が出ますと。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目みたいな感じの確率になると思ってます。で、まあ、これを想定して、あのプログラムを組んだんですけど、まあ、スタートの枚数はカード52枚、まあ、スタートとしては、まあ、まあ、1の確率としてやってるんですけど、この辺ですね、さっきの話で、まあ、最初確率1から始まって、単純、違うな、13÷52 で、まあ、最初分かると思うんで、まあ、4分の1なんで 0.25 になって、で2回目になると、まあ、カード1個1枚減らして、で、まあ、13から始まるダウントゥーでやってるんで、13で次12枚、で12枚割る、51枚で、まあ、前回の分が残ってるんで、前回の分とかけるみたいな感じで計算してます。はい、はい、いいですね。で、ちょっと気になったんですけど、一番上のリクワイア DRB はどういうことなんですか？あ、これ実行、あのなんか直前で、僕最初あの1回目から13回目まとめダーッと走ったんですけど、直前にあのちゃんと枚数打てるようにしてねって言われたんで、あの苦肉の策じゃないですけど、とりあえず DRuby 使ってあの入力しますというので、デモすればいいですかね。はい、デモお願いします、はい、あの DRuby って説明、まあ、してもいいですけど、まあ、こっち側の DRuby のサーバーっていうやつを立てて、でクライアント、こっちはクライアントですね、
こっちが計算するあの DDB のサーバーを立てて、こっちのクライアントから例えばあの1枚引きますって言ったら、先ほど 0.25 で2枚でしたっけ、2枚引けば先ほど進藤さんの確率と一緒ですかね、これ。ああ、合ってますかね。一緒っぽいですね。一緒っぽいですね。いいと思います。いいと思います。この辺なんか一緒ですね。はい。こんな感じで。で、14枚だったらエラーだよとか、13だったらなんかよくわからない指数がいっぱい出てくるみたいな。あ、なんか似てますね。なんかラッシュナルとか使ってないですけど、まあこれこんな感じで一応に出てる感じですね。ゼロだったらゼロ。はい、ありがとうございます。です。はい、とてもいいと思います、はい、あのまさかここで DRB を使ってもらえるとは思ってもらったですね素晴らしいですね、はい、関さんにも感謝したいと思います。はい、ありがとうございました。皆さんにこのお三人に拍手をお願いします。はい、じゃあ、続いてはですね、まず最初にですね、皆さんちょっと紹介させてもらいたいと思いますので、一言ずつもらいたいと思います。はい、じゃあ前田さんからあの、簡単に自己紹介をお願いします。NACL の前田と言います。ちょっとさっきのセッションを見て趣旨を間違ってたことに気づいたのでちょっと普通のコードを書くと思いますけど、すいませんよろしくお願いします。拍手お願いします。じゃあ続きまして田上さんお願いします。株式会社ソニックガーデンの田上です。まだ Ruby 始めて1年ぐらいなんですけど、今日は頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ内部さんお願いします。はい、あの内部と申します。懇親会ではお世話になります。せっかく大喜利なんで一つ謎かけでもやろうかなと、さっきあの自己紹介があるとは聞いてなかった、今考えたんですが、ではいきます。松江 Ruby 会議06とかけまして、本日公開されました、妖怪ウォッチの映画と解きます。会場に園児がいっぱい、園児がいっぱい、すいません、うまくいきすぎてすいませんでした。はい、非常に盛り上げていただいたところで、はい、本編に入りたいと思っております。ありがとうございます。はい、まあ、あの懇親会の方もですね、こんな感じで非常に盛り上がるんだと思いますけれども、はい、じゃあですね、このお三人に、出題させていただきましたのは、こちらになります。名前と特典を記した CSV ファイルを読み込み、 Ruby の特典を基準に高順に並べ替え、名前と Ruby の特典を出力する。また平均点を計算し、高順に並べ替え、名前と平均点を出力する。ただし平均点が同じ場合は Ruby の点数が高い方を先に表示することという問題になります。で、ちょっとですね、サブスクリーンの方、カメラさんよろしいですかね、そちらの方に、CSV の具体的な中身がありますが、見えますでしょうか。こういった形ですね、1行目に、ヘッダーとなる Name Ruby PHP Python Perl ということが書いてありまして、そして、2行目以降は名前、点数、こういったものですね。さあ、これを皆さんどんなふうに解いていただいたのか、まずはですね、皆さん期待されていると思うんですけども、前田さんの方からですね、ちょっと回答、もしかしてめっちゃタイピング早いかもしれないので、ちょっとこっちは最初ライブコーディング試してみますね。すいませんね、はい、ちょっと不安なんですけども、はい、じゃあちょっと皆さんがですね、タイピングされているところを見ていきたいと思います。お、すごい、今回はめちゃくちゃカチャカチャいい感じですね。内部さんどうですか、チラチラ見られてますけども、あのできたらはいって答えてもらったらいいと思います。ちょっと田上さんのものも見たいかな。あ、ちょっと前田さんのもの見ますか。はい、あ、すいません、ちょっともうちょっとだけ斜めに、あ、すいません、はい、ありがとうございます。はい、あ、どんどん進んでますね、いいですね。リクワイアオープン URL をされているので、その結果、あのオープンメソッドでですね、 URL から URL を直接指定してファイルを取ってこれるようになっていますね。おっと、コントロール C が効かなくなりましたまさかの、これはもしかしてキルしないといけないパターンでしょうかキルオール Ruby、 Ruby を全部やっつけまし
だ、はい、やっつけました。はい、さあさあどうなる、どうしたどうした。あ、はい、あ、内部さんが倉庫してるとできました。はい、ちょっとじゃあ、ま、お待ちくださいね。すいません、ちょっと早くできすぎました。すいません。さすがですね、はい、気持ちこっちにしてもらって、はい、先にちょっとじゃあ、 あの行動の前に実行結果からでいいですか。はい、お願いします、はい、実行結果からお願いします。はい、平均点と高順に相当してお題に RB、 はい、今通信してるんですかね。ちょっとコピペ間違えましたね今。おっと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 、あえて間違えたんじゃなくてですか。なんかそういうところもあるんで、ちょっとどうですか。はい、あ、緊張してますね。はい、改めて実行していただいております。 Ruby お題2、ああなんとネットワークの問題ですか。もしかして皆さんネットワークが今通じてないとかですか。ああ、本当ですね、ネットワークが通じなくなっているみたいですね。おっと、ここでそれは残念ですね。この問題自体が間違まずいことになりますね。あら、おっと、さあこういう時はどうするかというと、どうしようもないんですが、あ、素晴らしい前田さんが、テザリングであのなんとか解決してくださるかもしれません。はい、とてもありがたいです。じゃあちょっとあの田上さんがコーディングされているので、そこをちょっと中継してもらって、ネットワークが復活するのを待ちたいかなと思います。ちょっと他のチャンネルを試してもらうとか、いやでもどうなんですかね。はい、はい、ちょっとネットワークのトラブルがあって申し訳ないんですけども、田上さんがコーディングされておりますので、そちらを見たいと思います。あ、来ましたか。あ、田上さん結果が出ております。あ、失礼しました、動いてるって確認をしていただいております。ありがとうございます。はい、田上さんの行動を見ると、そっか、オープン URL はリクワイアオープン URL は出題側で用意されてたのかな。ね、ああそうですね、はいはい、なので皆さんオープンを使ってもらってますね。はい、うん、CSV.new するときに headers:true というオプションをつけるととても便利ですよね。ヘッダー、ヘッダーを指定して値が取れるようになったりとかしますよね。とても素晴らしいですね。さて改めて、やっぱりネットワークはダメっぽいですかね。はい、ちょっと残念ですね。ちょっとネットワーク関係のことはちょっと見ましょうかね。おっと、前田さんがシンタックスエラー出されたのでちょっと見たかったですけど、ちょっとカメラさん間に合わなかったですね。はい、その事実はもうなくなりました。さすが前田さんです。はい、素晴らしいです。そろそろできそうな感じに見えてきましたね。ちょっと前田さんの手元を見させてもらいましょうか。はい、おっと、ソートに入りました。もう近いんじゃないでしょうか、答えは。ちょっと画面上部になりますけどね、Each with Object で引数にですね、そこに回すオブジェクトの値とかを指定していることとかも見えたりしますね。 Ruby として非常に綺麗なコードを書かれる前田さんだからこそ、前田さんっぽいやつですね。ちょっとこのチームは敷居が高くなってしまって申し訳ないんですけども、どうかな、ネットワークの方はまだちょっと調子が悪いですね。
さあ内部さんはネットワーク待ちといったところですけども、早く復活してくれるといいですけどね。もう一回設定し直してもらってもいいかもしれないですね、ネットワークの。さあどうでしょうか。なかなか難しいですね。さあ皆さんどうでしょうか。だいぶできてきました。皆さんできてきました。田上さんもどれぐらいですかね。もうちょっとな感じですね。もう、最終的な出力結果を確認するところまで入っています。さあこのライブコーディングでやると、おっとこれは来たんじゃないでしょうか。前田さんどうでしょうか。さあ、一応が来ました。さすがです。はい、じゃあちょっと前田さんの方からちょっと結果を最初に見させてもらっていいですかね。はい、はい、確かに、CSV を読み込んできまして、順位の高い順になっています。で、平均点も出しています。素晴らしいですね。はい、じゃあちょっと構造の方を見させてもらっていいですか。はい、じゃあちょっと簡単に解説の方をお願いしていいですかね。あれ、はい、解説してくれるんじゃない。ちょっとですね、いや僕がちょっと言うほどの、はい、あ、すいません、大した行動じゃないです。CSV というライブラリを使って、最初にリードラインっていうので、ヘッダーを取ってきてるんですけど、ここにカラムの名前が入ってます。で、まずそのスコアをハッシュにしてるんですけれども、このローっていうのは1行1行の、CSV の値が配列で入ってて、それに対して each with オブジェクトでそれぞれの要素に対して、ハッシュを与えているというのと、あと with インデックスで、インデックスつけるようにしています。で、一番最初に名前が入っているので、0番目のものはそのまま値を入れて、1番目のものは 2i しているっていうコードです。で、これでハッシュにCSV の値が入っているので、あとはソートバイで、Ruby で高順にソートするっていうのと、こっちは、ハッシュの値に平均値を追加したものを作って、それを平均値とあと Ruby の点数で、ソートして出しているというだけです。はい、ありがとうございます。だけなんですけど、このこちらの行ですね、このところとかはなかなかなんとも難しいですね。素晴らしいですね。はい、じゃあ前田さんに拍手をお願いします。はい、他の方は、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして田上さん。はい、じゃあ先に実行結果の方、これは実行結果分かりやすいやつなのでちょっと見させてもらっていいですかね。実行結果が下に出てきます。こんな感じですね。Ruby の順番で並べるとこの順で、アベレージで並べるとこの順になりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでプログラムの方は、はい、は最初にまず CSV で入して、それでここでもう CSV のテーブルを使うんですね。このやっぱヘッダーズトゥルーっていうのがあると結構便利で、その後に今回あるそのランゲッジ、全部の Ruby とかの、もうここで配列として持っちゃうんですよね。最初にネームっていうヘッダーがあるんで、それだけは除外して、その他をランゲッジーズっていう形にして、それで CSV にさらにテーブルにもうアベレージっていうカラムを追加しちゃって、その
もう平均を計算しちゃうのをここにバーって書いてしまって、それで最後にランゲッジ図の数で割って平均を出して、それをもうカラムとして出して、それをあとスコアーズっていうまた新しいテーブルを作って、そこにそのネームとルビーとアベレージっていうのをテーブルに持っていて、それを最初はスコアをルビーで1なんでルビーのところでソートして、それで今だと小順になっちゃってるんで高順、降りてくるようにやるんでリバースかけて、それでイーチでプッツで結果を表示するのと、あとこのまま今回アベレージはもし同じ数だったらルビーの順位をそのまま持ってくるっていうことなんで、ここでは普通のソートバイって不安定でぐちゃぐちゃに入れ替わっちゃうんですけど、ちゃんと元の順番を保ったままソートしたいってことで、ここは安定ソートを使ってソートバイして、それでリバースして、それでもうアベレージのところはもうテーブルに持ってるんで、そこを並べ替えてスコアを表示すると、そういうふうに作りました。はい、ありがとうございます。とても分かりやすい説明ももらいましたね。ありがとうございます。はい、田辺さんにも拍手ありがとうございました。あ、じゃあ内部さんはちょっとまだ、ね、はい、ちょっと内部さんは、はい、後でまた回答してもらうとして、次の問題にちょっと移らせてもらいましょうかね。すいませんね、ネットワークの問題等がございまして、はい、なかなか問題もあれですね、ネットワーク越しにどうこうするみたいなのやっちゃうと、そして次もネットワーク越しの問題なので今ちょっとドキドキしてますけどね。はい、次の問題はですね、ある、ウェブサイトにアクセスしてくださいと。じゃあ、実行委員長ちょっとアクセスしてもらっていいですかね。今ちょっとサイド画面に出しますが、はい、じゃあちょっとカメラさんあっちのサイドスクリーンの方いいですかね。はい、こういったウェブサイト、ウェブページがありますと。で、こちらの中に実は仲間外れがいます。その仲間外れのやつを見つけて、かつ理由も教えてくださいという、大喜利らしいですね、問題となっています。今ですね、実は Ruby じゃなくて、ルディになってるんじゃないかとかでね、思った方はまだ甘いですね。全部 Ruby に見えます。でも実は何か理由があって違うというものになっていますが、さあ皆さんどんなふうに回答してもらえるんでしょうか。ちょっと時間がですね、これは押しててですね、はい、大変申し訳ないんですけども、ちょっとここはあらかじめ回答いただいたやつをちょっと教えてもらえればなと思ってまして、どうかな、せっかくネットワークが、ここで内部さんの答えをちょっと見たいといえば見たいですが、ネットワークアクセスなしになってますね。田辺さんはネットワーク大丈夫ですか？大丈夫ですか？ OK です。はい、じゃあちょっとさっきと逆で田辺さんからちょっと回答を見させてもらっていいですかね。まずはですね、出力結果を見させてもらいたいなと思っています。はい、待ちますよ、いいですよ。ちょっといいですか、はい、ここがありがたい、はい、はい、またこれじゃな、ここが余計なのが
はい、普段エディターで Atom 使ってるんですけど、 Atom ももともとなんか機能としてプラグインつけるとこういうふうに下で実行できるので結構楽でいいです。あ、いいですね、はい、でこんなのが出てきました、はいはい、でこれが何なのかはコードの方で説明します。これが一応仲間外れなんじゃないかと、はい、あ、いいですね。何かしら分からないですけど、あのウェブサイトを解析して、はい、プログラムで解析した結果こういった診断結果が出てるってところですね。 Perl、ね、Python、はい、PHP なんてどこにもなかったんですけども、はい、ちょっと教えてください。はい、でコードの方ですけど、もう、わざわざスクレーピングでノコギリ使うことはせずに、もうそのまま正規表現で見てみました。で、HTML をそのまま持ってきて、それで、Ruby のリストってことで、スキャンでクラスの値とその Ruby の数字を取ってくる。あと Atom の便利な機能で、正規表現が一度、あ、下の方ちょっといいですかね。あ、ここら辺でこういうふうに正規表現を、図で表示してくれるのがもう結構簡単に入れられて、これが結構助かりました。それで、実際にその取ってきたものを、またセレクトで、それで Ruby 以外のやつっていうのにして、それでその中の結果から、実際の Ruby、 あ、その仲間外れだったクラスのやつを表示する、そういうのをやりました。はい、つまり、Ruby、仲間外れはそのHTML 要素のクラスが違うやつがあって、それが仲間外れということですね。はい、なんじゃないかと。はい、ありがとうございます。はい、田上さんに拍手。また少しですね、あの Atom というエディターについてもちょっと説明してもらいましたね。これは GitHub が、公開している、提供しているエディターですかね。で、JavaScript を使って拡張できるという非常に、プログラマーにとってはありがたい、エディターになっているのかなと思いますね。はい、じゃあ続きまして前田さんの方からお願いできますでしょうか。まずは実行結果ですね。あ、なんというか今回はパッと見た瞬間に英語が出てきて分かりますね。 Ruby14 is、 おっとちょっと待ってくださいね。Ruby14 is odd because its class is Perl。 素晴らしいですね。はい、でちょっとプログラムの方を見させてもらっていいですかね。結果としては全く同じものになっていますけども、こちらも同じように、正規表現でやられてますね。あ、こっちはちょっと違ってスキャンを使ってですね、メソッド、チェインでですね、うまいことやられていますね。とても面白いですね。ちなみにこのエディターは何ですかね。あ、失礼します。はい、Vim を使ってます。ははは、Vim を使ってる。で、あの Vim だと、正規表現をどうやって視覚化するんでしたっけ。え？そこは対抗はされないですかね。あと対抗は。別にそんなに Vim にこだわってるわけでもないで。本当、いろいろまずい発言でしたね。僕の質問が悪かったです。ごめんなさい。はい、悪かったです。はい。すごくシンプルで、これで全部なんですかね。あ、はい、あ、めちゃめちゃ短いですね。お解説はしてくれないんですか。ちょっと待ってくださいよ。あ、でもまあ基本も一緒ですもんね。お、あ、違うのはさっきの子だと Ruby じゃないクラスの様子を探してたんですけど、はいはいはい、Ruby じゃないのが仲間外れっていうのは偏見だと思うので、クラスで分類して、で同じクラスが他にないような要素を出してます。あ、これは面白いですね。ほう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 、values.length="1" だったやつが該当だよということですね。おお、素晴らしいです。はい、拍手お願いします。今前田さんはいいこと言われましたね。Ruby じゃないっていうのは、仲間外れじゃないっていうことですね。とても素晴らしいと思いますね。はい。はい。あ、で、内部さんがなんとか、ここで間に合いました。はい。じゃあ、回答2の方からで。はい、問題2の方からでいいですかね。はい、内部さんがどうしても回答にを答えたいという切な要望をいただきました。はい、
はい、なんか答えがね、すごいですね。ちょっと皆さんと違うんですけど、ちょっとだけ解説をしてもらってもいいですかね。うん、ですね、まあ、最初の3人はどうでもいいんですけど、最後の方、はい、ちょっとルビー60点残念だったなということで。ちょっと待ってくださいね。ちょっと会場の皆さんに分かりますね。ここですね。ここですね。60点。はい。はい、残念でした。はい、でも、今ならですね、なんかの再試験が無料になるというキャンペーンをやってるらしいので、ちょっと詳しくは事務局長に伺ってみたいかと思うんですけど。あの、ルビー技術者認定試験という試験制度がございまして、まあ、あの、受験者の方にたくさん受験していただくために、あの、再受験無料というキャンペーンをしているんですけれども、ちょっとその影響か合格率が若干最近下がってましておそらくあの1回目は落ちても大丈夫だろうと皆さん思われていると思うんですけど、あの、そういうことをされるとですね、あの、我々 の、 その、まあ、資金的なバックグラウンドが非常に危うくなるものですからぜひあの1回目から全力で受験いただければと思っております。よろしくお願いいたしますはい、わかりました。素晴らしい、素晴らしいパスがここで来ましたね。なぜこうしたかったのかというのがだんだん分かってきましたね。はい、じゃあ、あの、まあ、プログラムは見なくてもいいかもしれませんね。はい、じゃあ次の、あの、すいませんさっと問題3の方に行きましょうか。問題3の方はどうですか。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、来ました。これは明らかに他の方とは違う回答、また来ましたね。あの、はい、大喜利らしいのが来ました。ちょっと解説をお願いしてもらってもいいですかね。出力結果、これは何でしょうか。はい、ですね、あの、実は僕のパソコンの中にはですね、あの、世の中には出回ってないんですけれども、あの、番号を与えるとそれが、あの、おにゃんこクラブかどうかっていうですね、あの、そういう便利な、どうしてもこのこれ何番誰だったかなっていう時にこう使える便利なジェムがあるんですけど、それで、まあ、あの、そうですね、あの、後ろ指刺され組の2人を、まあ、仲間外れということで認定させてもらって指刺してるっていう、そういうことですね。で、ただこのちょっと、あの、ジェムちょっと欠点がありまして、ちょっと下の方ちょっとエラーが出てるんですけれども、あの、おそらくこれ00っていうのがおにゃんこクラブにはいないっていうところで、あの、ノーおにゃんこエラーが出てしまって、ノットおにゃんこエラーが出てるノットおにゃんこエラー出てますね。ゼロゼロはさすがに扱えないということですね、このライブラリーでは。はい、はい、そういうことで、あの、惜しいですね、はい、分類は、はい、ほぼできたんですけど、最後は扱えないゼロゼロっていうのはちょっと想定外だった、想定外でした、はい、はいはい、という回答でした。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと、ん、ジェムおにゃんこ、ん、ジェム、ジェムになってるんですか、このおにゃんこ。ジェムになってるんですけども、ただ、あの、先ほどの、あの、混ぜ混ぜと違って、あの、公開はされておりません。はい、はい、ローカルのみの特別な、ローカルのみです、はいはい、ジェムになってます。はい、ちなみにプログラムはざっと見るとどんな感じですかね、はい、とても短いものになってますね。おにゃんこメンバーニューとかが出てますね。ちょっと解説してもらっていいですかね、簡単に。はい、あの、ちょっと誰か使いたい人があるかもしれないので、はい、さっき最初に松本さんも基調講演で言われてますけど、公開しなければっていう話がありますからね。はい、あの、まあ、おにゃんこメンバーニューで、まあ、番号を与えますと、その、まあ、メンバーの情報がこうインスタンスとして、まあ、あの、できると。で、まあ、出力のところで、まあ、メンバー.name ですね、これで名前が出ると。で、if 分ちょっとなんかあれですけど、メンバー .groups で、まあ、どこの組に所属しているかということまで分かるので、今回は後ろ指刺され組ですけれども、他の組も、あの、あれば出力することは可能です。素晴らしいですね。メンバーがどこに所属しているかが分かると、ドン引きされている感じが今しますけど、会場がはい、はい、あの、ありがとうございました。はい、内部さんにも拍手をお願いします。はい、じゃあ、ちょっと時間がだいぶ押してしまって申し訳なかったんですけども、今回も今回3人に回答していただきましたし、1つ前のセッションでは、また3人にも合計5、6人の方にですね、回答をいただきました。改めて皆さんに拍手をお願いします。よろしいでしょうか、お願いします。
NACL の前田です。今回我々の方で商品としてですね、あの Arduino の、キットとあとこういった解説本をご用意させていただきました。何賞なんだっけ。はい、ライブコーディング大喜利、まあ、NACL 賞にしましょう。はい、考えたかったです。NACL 賞はですね、岩石さんに差し上げたいと思います。おじゃあ岩石さんの方、前の方に来てもらって、失礼します。岩石さん、こちらの方に来てもらっていいですか。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ岩橋さんの方からですね、一言お願いします。またこれで何か遊んでみたいと思います。はい、素晴らしいと思います。ありがとうございました。はい、前田さん、ありがとうございました。続きまして、はい、ありがとうございます。続きまして、ファーエンドテクノロジーの前田さん、お願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。前田さんの方にはですね、ネットワーク通信研究所の前田さん、田上さん、内部さんに対して、ちょっとですね、結果を発表してもらいたいなと思います。ファーエンドテクノロジー賞にしましょうかね。はい、お願いしたいと思います。はい、ファーエンドテクノロジーの前田と申します。ファーエンドテクノロジー賞ですね、ちょっと迷ったんですけども、まずちょっとコメントをですね、入れさせていただきます。はい、まず前田さんのコードですね、さすが前田さんだなと最初この話いただいたときに前田さんのコードにコメントするのすごい嫌だなって言ってたんですけどもそんな心配はなくてですね、もうちょっと私なんかもコメントがしようもないようなすごいコードで課題解いていただきました。で、田上さん大変素直なコードでですね、いやいや、そんなことは言ってで、あと内部さん、ちょっと結果としてはちょっと回答としてはどうかと思うんですけども、会場は大変楽しませていただきました。ということでですね、ファーエンドテクノロジー賞については、素晴らしいこととあと Ruby が仲間外れなのはっていうのはちょっといかがなものかという素晴らしい名言を残してくださった前田修吾さんとしたいと思います。じゃあ、はい、おめでとうございます。じゃあこの受賞に関して一言お願いします。なんか僕がいただくと仕込みっぽくて申し訳ない一応事前に何もお聞きしてなかったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにさっきのアルディーノだったんですけども、この中身は何なんでしょうか。おっと、おお、これはですね、スマートフォンで操作できるドローンですね。おー、なんかフル充電で10分ぐらい飛べるようです。素晴らしい。ちょっと会場からもドヨッとしましたね。ぜひですね、来年もあるようでしたらライブコーディングあると思いますので、ぜひ皆さんも参加してですね、ドローンを手に入れてもらえればはい、じゃあ、これでライブコーディング講義で終わりとしたいと思います。皆様ありがとうございました。